横山岳は、滋賀県長浜市にある、伊吹山地の標高1132メートルの山。本方の西方と東方からなる掃除法であり、西側の北陸本線木の本駅から、どっしりとしたその山陽を望むことができる。西方の山頂には、二等三角点が設置されていて、気象観測施設が設置されていた。 滋賀県と岐阜県との県境両線から南西側へと伸びる枝尾根町にある。南面の白谷本流にある京の滝とも銚子の滝の間には縁起式内社の横山神社があったとされていて、古くから山岳霊城として栄えていた山である。京の滝は南陸の杉野の神宮寺の僧侶が般若行を所写する際に身を清めた場所であることに由来する。五銚子の滝は、 横山神社に捧げるおみきの調子を清めたことに由来する。三名はこの横山神社に由来する。関西百名山の一つに選定されている。冬は深い雪に覆われる。春にはカタクリや山尺薬などの花の山として知られている。東尾根にはブナの原生林が広がる。地元の杉野山の海により登山道が整備されていて。 毎年5月第3日曜日の山開きや登山大会が開催されている。登山道の急坂などにはロープが設置されている。山頂部からは周辺の山並みや横湖、琵琶湖に浮かぶ竹部島などを望むことができる。横山学から望む琵琶湖と横湖が長浜市の大切にしたい長浜の景観、長浜百景の一つに選定されている。 登山鉄器は4月中旬マイナス11月中旬。春先の残雪期に雪山登山されることもある。以下の登山コースなどが利用されている。東には東尾根が伸びる。南側には三甲尾根が伸び、鳥越峠を経て、博多に山へと続く。静ヶ岳から望む横湖と、横山岳横山岳南山腹の阿弥谷、川上流域の白谷本流にあるご調子の、 滝淀川水系である姉川の以下の支流の源流となる山で琵琶湖へと流れる。姉川の河口の北2 4トルに位置する。阿美谷川上流域の白谷本流には京の滝と五調子の滝などの滝がある。阿美谷の上流域には滝の谷の滝がある。周辺には以下の峠がある。南山六の高時川沿いに国道303号が通る。 南山6に、滋賀県道284号、杉本予母線が通り、南に伸びる尾根を、杉本水道のトンネルが貫通する。西山6の高時川沿いに、滋賀県道285号、中郷地木の本線が通る。南面の一部は、植林地として利用されていて、広域機関林道横山学線、小向国林道などが付設されている。南六の杉の集落からは、 阿弥陀に林道が付設されている。ありがとうございます。